正攻法後ろを振り返ったのが1番の和田その和田が誘導員と少し距離を空けております3番手2番の大石そして最後方5番野村に今のところアクションはありません打賞の周回の1センターから2コーナーここで行きました近畿勢。さあ2番の大石が前を押さえて 1>, 1番の和田、和田は今日も飛びついてまいりました3番手が橘と野村と並走というような形になりまして23番手が並走状態昨日同様、好意に競り込んでいって1番の和田誠司4番の木村が試練の番手戦となっています最終試合の1コーナーから2コーナー後ろからの仕掛けがありません。 ペースでかけて2番の大石、そして2番手、ここは1番の和田、そして4番の君ら、この両者絡んでいくんですけれども、2番手ちょっと前と車間が空いております。あとは3番の立花が現在は3番手のアウトコース4コーナーを回ってきました。先頭1人旅、2番の大石、大石先頭で5連、2着は1番の和田か、外は3番の立花。